昆虫病原史上菌とは史上菌のうち昆虫に感染して病気を起こすものの総称。昆虫の体表にカビ状の菌種を作る。この菌による感染症はカビ病とも呼ばれる。養蚕業等に被害を与えてきた一方、近年では生物農薬としての研究も進められている。昆虫病原史上菌のうち昆虫の体から水分を奪って殺し、 体を硬化させるものを、強病菌と呼び、それによる病気を、狂病と呼ぶ。硬化病とも呼ぶ。感染した昆虫の死骸は乾燥して、ミイラ状になる。病とも書くが、強、共に常用漢字いのため、この字を使わずに狂病と書かれることが多い。強の字は硬直した死骸、の字は硬直して乾燥した死骸を意味する。白、狂病、緑、 強病などの種類があり、それぞれ菌脂から産生される分生子の色が異なる。原因菌は白強病菌、緑強病菌等と呼ばれるが、形態上の分類であるため、ボベリア・バッシアナのように複数の名称を持つ菌もあり、緑強病菌のように複数の菌が一つの名称で呼ばれることもある。この分類は、イタスのカタログ・オブ・ライフによる。 昆虫病原子状菌には菌類であること以外には、共通点がない。共病に限って言えば、知脳菌網に属する。ABE の上元、日本の養産技術、繊維学会史第63巻第8号、繊維学会、2007年8月10日、213から217ページ、ネイド100億1952万 5014? インセクト、SI セミカビ。 または白郷近病オーブ分社、緩和時点第5版、1993年、ISBN4 から01から077703から、6、P96、P577 ハット ABCDEF サイトを、地から、生物農薬、特に途上近製剤の現状と、課題、バイオコントロール第9巻、第2号、日本バイオロジカルコントロール協議会、2005年、 16から22ページ、ネイド400億716万 9344? 三国達夫、川上清志、海湖の脱皮、変態に及ぼす緑鏡病菌生産物質の影響、日本応用動物昆虫学会史第19巻第3号、日本応用動物昆虫学会、1975年9月25日、203から207ページ、 ネイド1100億112万3786。金類を用いた、外中防除北海道大学大学院農学、研究過昆虫病利用語解説。ありがとうございます。